さんこんにちは、相川です。今日もあったかいんで桜のつぼみを見に来ました。だいぶね、1週間前と比べてだいぶ大きくなってますね。こんな感じですね。こんな感じです。もうだいぶふっくらしてて、緑色のが出てきてますね。もうすぐ花見ができると思います。で、鏡原の市民公園もほとんど誰もいないですね。花見になるとね、いっぱいになると思うんですけど、こんなところでバーベキューしたいですね。ちなみに今日3月14日ですね。で、外気温は18度ぐらいまで上がってると思います。すごく暖かいですね。じゃあ、そろそろ帰ります。はい、ここは市民公園前駅ですね。左から電車来るみたいです。名鉄ですね。短い2両編成ですね。